投資の可能性を全ての人にこだめです。今日は日経平均株価暴落中に大口投資家がこっそり買いました注目株3選というテーマで動画をお届けしていきます。もう定期的に行う大口投資家企画、これ結構バカにできなくてですね、思えば2月末動画でも取り上げましたが、植谷日銀の金利上昇に不動産投資家が怯える中で、あのブラックロックが密かにリートを買いましていて、まあ、結果として3月のマイナス金利解除を境にこの通りリート全体で大きく上昇しています。ありがとうブラックロック。私もリートをいくつか買わせてもらいましたが、とはいえですね、日経平均株価でいうともう3月の末から4月にかけて、ご存知の通り急降下、地合いとしては決していいとは言えません、ただ株を安く買うんであれば当然チャンスになりますし、こんな状況でもですね、歴戦のプロである大口投資家はやはり意図を持って日本株を密かに買い増ししています。特にですね、今日3銘柄取り上げますけども、ちょうどですね、日経平均が大暴落していた4月の半ばですね、そこでしっかりインしてるんですよね。なので今日は直近大口投資家が買い増しをした日本株の事例と私なりにその理由について考察をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク中で銘柄研究の時間をいつもより取りやすい状況だと思いますので、その参考にぜひ最後までご覧ください。新しいご案内で2000億円を運用してきたファンドマネージャーの浜本隆康さんが個人投資家でも再現性の高い短期トレードを解説した限定書籍を特別にプレゼントしています。もう機関投資家という金融の中枢を知り尽くしているからこそ、できるトレード法で、特に短期で売買が完結しますから、日本株が最近のように不安定な時期でも反発や下落を利用して利益チャンスに変えることができます。ちなみに先日私の出版のご案内しましたが、この書籍に関してはなんと無料です。ただ冊子でプレゼントする都合上、数には限りがありますので、もしですね、少しもご興味があれば概要欄のリンクの方から詳細をご確認ください。それでは本題いきます。4月の暴落中に大口投資家が買いました日本株、その1が4436の民株人インフォノイドです。投資金融系を中心とした情報メディア会社、投資サイトの民株、そしてですね、私がいつもお世話になっている株タン、さらにですね、総合系のメディアでライブドアニュースなど、一度でもネット検索をしていればまず出会ってるだろう大手のメディアサイトを複数運営しています。特にお気づきかと思いますが、もう株タンには本当にお世話になってますね。民株さん、ありがとうございます。そんな民株ですが、4月はですね、市況悪化の煽りもあり、高値から 18% 下落しており、長期でも不調です。気づけば2021年の高値から3分の1以下ですね。今期の業績に関しても赤字拡大が続いています。金融系メディアも競合激しいですよね。ただですね、そんな民株ですが、4月12日の段階で世界最大の政府系ファンドであるノルウェー銀行が保有割合を増やしています。 5% から 5.72%、ちょうどこの下落の時ですね、時価総額にすると約1億5000万円、 14% ほどの買い増しですので、そこまで大きくはありませんが、下落に乗じて保有割合を高めています。民株に限らず、こういった情報系サイトというのは、サイトの上下横に出てくる、広告収入が主です。それに加えて、株単であれば、月額の有料プランがあるように、ユーザーがサイトコンテンツを利用することによって課金される非広告の収益形態があります。ちなみに普段お世話になっているから言いますけども、株単の有料プランの課金は広告もなくなるし、先ほど出したような詳しい株主の動きや歴史ある企業であれば何十年も前の業績株価も見られますので、一切 PR でもなく個人的に課金をお勧めします。それを置いておいて、民株がこれまで抱えてきた問題が主に2つ。1つはサイトの広告収益、アクセスが増えれば一定割合でクリックやアフィリエイトなど、収益が低増していくんですけども、ただそのアクセスをつなぐのがなかなか簡単ではないですし、広告単価も視聴によって大きく上下します。私がやってる YouTube の収益なんかも、Google からのアドセンスが主ですが、やはり経済が減速してる時期は単価が安くなりやすいです。これはですね、自社ではどうにもコントロールできないですよね。さらにですね、普段使っているこういった株単といった金融のサイト、ここにも特有の問題がありまして、つまるところ株式市場が好調であればユーザー利用数が増えるんですが、やはりですね、株がもう下がりまくって、もう相場なんか見たくない、そんな状況になりますと、民株の金融メディアの利用も落ちるようです。本当はそういう時こそ積極的な投資の主導なんですけども、大きな人の動きというのは変えられません。なので、そういった状況に左右されないように、昨年から3年かけて大規模な事業の分散化と投資を行っています。AI を中心にコンテンツ配信を強化したり、アプリ開発や、金融分野を中心に月額課金型である非広告事業を増やして、それをですね、ライブドアなど他のメディアでも展開していこうとしています。あとはですね、新規の分野として、子育てやペットなど、単価の高い領域にも投資をしています。なので近年は、もともと高かったバリエーションや、金利高等によるグロース株の逆風によって株価としては下がってしまってますけども、その間に投資を進め、売上は今期は初めて100億円を超える見込みです。時価総額は200億円ですので、もうその半分を1年の売り上げで稼ぎ出していることになります。あとですね、利益に関しては赤字ですけども、これは先ほども言ったように収益構造の転換や、多分野への展開など、そういったものへの先行投資が要因ですので、成長株よろしく、悲観する必要はありません。
現に2026年までの中期の経営計画においても、金融や広告市場に依存しない状況を前倒しで作れてきています。なので株価としては暴落しますし、利益だけ見ると赤字なんですけども、すでに収益構造の転換が見えそうで、実際売上が伸びてて、かつ株価ラインとしても安い、そういった事情があってノルウェー銀行も追加投資したと思われます。もうネックなのはとにかく金利ですよね。主要な金利としてベンチマークされる米国の10年もの国債は利回りがまた 4% 台後半とまだ落ち着く気配がありませんし、これがですね、民株が所属するグロース市場にはもう完全に逆風になります。物価上昇率も高止まってますし、利下げを望める状況ではないんですが、ただ逆にこの金利が転換して下がってくるようなことがあれば、日米とも成長株には恩恵があります。なので5月14日にも決算がありますし、そこで時期の見通しを確認するのと、あとはですね、金利の動向も見ながら民株においては投資判断していく必要があるかなと思います。本当に民株さんなしで私の YouTube チャンネルは成り立ちませんので、個人的にも頑張ってほしい企業の一つであります。4月の暴落中に大口が買いました日本株、その2が4502の武田薬品工業です。ここで来た高配当の大型株、日本ナンバーワンのグローバル製薬会社を4月15日付で、あのブラックロックが 1% 保有割合を高めています。時価総額6兆円ともともと大きいですが、当時の株価から推察するに約800億円を買い増ししています。昨年の秋にかけて大きく上がりましたが、その後は下落トレンドで、現在利回りは 4.6%、 PBR 1倍割れで、通期業績の予想を見てもそこまで大きく何か改善しているような要素は見当たりません。武田に関しては海外売上がほぼ9割ですので、昨年の好業績は歴史的な円安の恩恵を少なからず受けたという側面があります。配当金はですね、ずっと180円をキープしてて、この度久しぶりに8円増配したんですけども、ただ利益とのバランスを見ると配当成功が 100% を上回る年も少なくなく、高利回りだけどいまいち個人的にも手を出しにくい、製薬会社の一つです。武田って製品ラインナップが膨大にあるんですけども、今年は第3四半期を通過した時点で前の年よりは低下してますが、概ね予想通りで、特に注力している新薬の売上に関して言えば 12% 伸びており、特に大きな支障なく推移しています。今のところはメインである消化器疾患系の薬が米国を中心に好調で、一方で一部希少疾患薬で販売が鈍化していたり、そもそも全てにおいてこの急激な円安で売上利益がかさ増しされてますから、5月後半に発表される通期の決算も注目したいところです。最終益に関して言えば、予定していた通期の目標を超過しており、また新薬の承認やパイプラインのアップデートも進んでますんで、そういった状況を加味して株価が下がったタイミングでブラックロックが追加投資したと思われます。また海外売上が9割ですので、しつこいようですが為替レートの影響を受けます。で、2023年度に関しましては、米ドルが137円、ユーロが145円ということなんですけども、ただですね、ご存知の通り歴史的な超円安が進んでますんで、3月の平均してドル円150円付近でしたし、第4四半期の決算でもう少し上乗せ、さらにですね、来期に関しても、想定為替レートが低ければ、もう実際は4月から超円安で進んでますんで、薬の販売数量は変わらなくても業績の上乗せ余地は少なからず発生するかもしれません。配当成功はね、心配ではありますけども、長らく配当金キープしてますし、あと今回ブラックロックが買ったように、もう PBR も1倍割れしていて、割安という水準には来てますから、あくまで配当金メインで、割り切って持てる方であれば検討してみてもいいんじゃないかなと思います。4月の暴落中に大口が買いました日本株、その3が8975の1号オフィスリート投資法人です。ここでも出てきたリート。1号オフィスビルと投資法人は、特にですね、東京都心部に向けた中規模のオフィスビルに特化して、物件の取得、修繕を行いながら運用している不動産投資法人になります。用途を見ますと、オフィスにほぼ特化。地域に関しては、東京都心の主要国が 43.9%、東京23区においても 24.4% と、もう約7割を東京23区内の中規模のオフィスで保有しています。中規模というのを、どう定義するかによりますけども、物件イメージとしてはこんな感じ。時価総額の高い神宮前ビル。あと秋葉原にあるビルはこんな感じですね。近年は都心を中心にオフィスビルの大規模化、再開発が進んでますが、こういったですね、中規模のビルこそ、リノベーションして付加価値を高めたり、あとは近年のテレワークの影響でオフィスをですね、縮小して移ってくるという需要もありますので、そういった事業環境にあります。リートは1株が買いまして、現在の株価は79,300円、配当利回りは 5.47%、株価もですね、3月の中盤から反発して、でちょうど4月26日に決算だったんですけども、一旦発表で下落してから再度買われています。内容としては、経常利益を 6% 増益、分配金も163円増額しまして、株価としてはポジティブな反応が出ています。中規模オフィスの優位性について先ほど話しましたが、とはいえ、いちごリートは近年は横ばいの賃料や稼働率の低下など、運用成績はそこまで良くはありませんでした。今回の増益に関しても、稼働率の低かった一部商業施設とオフィスビルを売却することで、利益が上乗せされて、先ほど言ったような結果になっています。
まあ、そんな形で物件をですね入れ替えながら結果的に保有資産の価値は少しずつ上昇していってまして、まあ、そういった状況の好転を捉えて大口投資家の追加買いが入っていると思われます。この1号オフィスリートに関しては4月15日にこれまたブラックロックが保有割合を 0.6% を高めています。まあ、4月15日というとちょうどリートが反発して1回落ち着いたタイミングですね。昨年までですね、東京のオフィスは、まあ、大型開発とコロナ禍による、まあ、リモートワークの定着で空室率が 6% を超えるなど、まあ、10年ぶりの高水準でした。オフィスが埋まらなくなっていたという状況ですね。ただそこをピークに今年に入ってから東京23区に広げてもオフィスの空室率は徐々にですね低下してきています。まあ、今後もですね、ある程度対面やオフィスの需要は続くと思いますし、何よりですね、この募集面積率が下がってまして、もう解約をしたり、募集をしている割合自体も下がってますから、まあ、そうなるとオフィス供給に制限が出ている状態で、オフィス単価の上昇につながりやすいと思います。現に1号オフィスリートの決算資料を見ても、既存物件の賃料は横ばいなんですが、新規に組み入れた物件の賃料に関しては 60% 以上が増額しますので、うまくですね、物件を入れ替えながら、まあ、収益アップに成功しつつあると言えます。まあ、なのでしばらく冴えなかった、まあ、株価推移ですが、まあ、ブラックロックも当然、まあ、根拠があって買い増しをしてますんで、出遅れリートの一つとして見てみてもいいかもしれません。まあ、全ての株に入れますが、まあ、業績のいい会社が、まあ、その通りに評価されても株価はそんなに動きませんでして、まあ、悪化している状況から何か好転する、まあ、そういった変化を捉えることが重要になります。まあ、それは長期投資でも大事にしたいですし、大口投資家もそこを狙ってますので、まあ、今回の動画が何か参考になれば幸いです。最後にこの不安定な市場でも上昇下落を利用したファンドマネージャー直伝の短期トレードを収録した書籍を限定で無料でプレゼントしています。2000億円以上を運用してきた浜本孝康さんの正真正銘ここでしかないオリジナルのトレード手法を載せているとともに動画のプレゼントもあります。日本株が調子悪い時は短期の手法を駆使することで、まあ、相対的に利益アップのチャンスになります。書籍の申請に関しましては概要欄のリンクの方からご確認ください。まあ、それからですね、チャンネルの公式 LINE もあります。こちらの方でも相場悪化時に有効な暴落を利用した中長期投資、そちらの解説動画をプレゼントしています。同じくリンクが概要欄の方にありますので、 LINE の友達申請もよろしくお願いします。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。まあ、月は変わりましたが、まあ、連休中も特に変わらず、まあ、有意義な情報発信に努めていきます。次回の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。バイバイ。